僕は航空工学を勉強しているので日本のテクノロジーのレベルは結構高いし、まあ、日本語の能力をなんか上達したいと思って日本に来た。もともとは子どもの時からすごくアニメが好きだったので交換留学のチャンスがあってやってみました。将来の夢が日本語の先生になることなので、それでそのため日本での経験があったらいいなって思って日本での留学を決心してアヨマに来ることになりました。日本学部の授業で伝統的な文化のプロの先生がいらっしゃって、前知らなかったことを教えてくれたのでとても楽しかったし面白かったです。見たでというのが分かって、それとみんなと一緒にセンスを自分から持ってセンスでいろんなものを見立てしてとても面白かったと思います。その現場で実践してみたりするのがすごく興味深くて体に深く残るような経験をすることができてよかったです。なんかやってみるとすごく違う日本人の考え方とかすごく勉強になります。日本についてのなんか文化とか、 なんか日本踊りとか、 なんか文化はやっぱり面白いなって、なんか僕の国でなんか教えることができると思うんですけど、他の人に。将来でイラストレーターになりたい。日本のデザインとか美術学科に行って勉強にして、子どもの絵本を未来で描きたい。通訳の仕事とか、それと今、自分の上海の学校でも法律の勉強もしていて、将来上海で日本向けの企業に働きたいと思います。私の将来の目標は韓国で日本語の先生になることなので、ここでの経験を生かしていつか先生、将来に先生になってなんかいい授業をやりたいなって思ってます。将来の目標は、まあ例えば NASA や JAXA で働きたいなと思った。僕の経験、イギリスとか経験で日本の経験をなんかミックスしてなんか新しいアイデアをなんか共有したいなと思っています。できると思います。青山の日本学生はなんか優しいとし、すごくその人から勉強したし、イギリスと人と違う、例えばな世界観が違う点があるし、でもその点はなんか面白いなと思って、そう、初めて会った時にすごく、まあ、優しく接してくれて、自然に話せるようになってすぐ仲良くなりました。日本に興味を持って留学してきてくれるっていうのはすごく嬉しいですし、充実してる日々を送れてるんじゃないかなと思います。その青学で留学すると勉強だけではなくプライベートにも充実な生活を過ごせるのが本当にいいところだと思います。いろんな留学生と英語で話すことができるし、いろんなイベントもあるし、いい経験です。日本はなんか文化が面白いし、その経験は自分のに役に立つと思いました。青山学院大学の皆さんはとても親切で、ぜひ青山学院に来て留学しに来てください。